サービス研究部門の部門長を接使っております。久田でございますえ、私どもあのサービス研究部門ですね。えっと、この前の3つの部門のそれぞれの部門長の先生方、あのがですね。えま、開発されたそれぞれの研究成果をですねえ。果実をいかにその社会に実装させて世の中の役に。立って 立てるかというようなところに軸足を置いてあの、えー、活動を進めてございます。まあ、そういった観点あの関係上ですね。えー、まあ,あの顕著なあの研究成果というようなことではなくて、むしろあのどれだけ、えー、まあ,あのまあ、世の中をまあ、楽にさせたかとか、えー、そういった高度化させたかとか、そういったところがあの定量化できていけばいいかなとは思っております。またあの出口のあの想定している分野としましてはですね、えー、こちらに書いてある通り交通流 制御あるいはインフラの維持管理における点検診断ですとか、あるいはヘルスケア等々のですね医療関係などに、えー、先生方のですね、えー ご研究の成果をまあ役立てていければいいのではないかと思っております。あのまあ詳しい話はあの、えー、今日のですねあの後ほどまたあの私の方から、えー、この特にインフラ関係で、えー、まああの実際のあのロボット等のまああの応用実証ですとかあるいは、えー、まあ何しろあのこの特にこの建設分野におきましてはですね、えー、このまあタフサイバーに関わるようなあの先端技術の導入がですね、えー、まあ他の業界と 比べて、えー、特に立ち遅れているというような、えー、側面もございまして、えーまあ、人材育成とかです、ね、そういったこともあの推し進めてございます。まあ、その辺のあらましをき、ねえー、今日はお話しさせていただきたいと思います。まあ、部門全体の,です、ね、あの構成メンバーにつきましてはです、ねえー、こちらに書いてある通り、あいにくあのちょっと顔写真を、えー、準備してなくてあの申し訳ないんですが、まあ、私、部門長を務めておりまして、えー、中尾先生以下、えー、こちらに示した あの先生方にですね、ご参画いただきながら、現在活動を進めてございます。えー、っと。 まあ、ちょっと私の方からの,です、ね、あの主だった成果というのはあの特に申し上げるところがです、ね、少ないのであのこの辺でご紹介あの割愛させていただきたいと思いますがあの何しろ、えー、この、えー、研究成果をです、ねまあ、世の中に役に立てるところまでの間には、まあ、いろんなプロセスがあって、まあ、その辺を大学人としてはちょっと慣れないところもあるんですけれども、まあ、なんとかあ世の中の役に立つような形で,です、ねえー、現在サービス 研究部門を、えー、推し進めておりますので、えー、今後ともぜひよろしくお願いしたいと思います、えー、簡単でございますが以上になります